皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルは世界の資源を紹介するゆっくりチャンネルだよ。今日はケイソを紹介するぜ。それではゆっくりしていってね。まずはケイソの基礎だ。ケイソは原子番号14の元素で、元素記号は SI。 英語ではシリコンというぞ。だから元素記号は SI なんだね。シリコンはラテン語で火打ち石にちなむぞ。これが火打ち石なんだね。ケイソは1787年にアントワーヌ・ラボアジエによって初めて元素として記載されたぞ。しかしラボアジエは火打ち石そのものを元素だと思っていたぞ。あらら。ケイソが単理されたのは1823年。ゲンス・ベルセリウスがケイフッカカリウムと金属カリウムを加熱してケイソの単理に成功したぞ。ほうほう。そんなケイソは地殻を構成する主要な元素の一つなんだぜ。ケイソは2番目に多いんだね。ケイソは酸素と結びついてケイ酸として存在しているんだけど、地殻の半分以上はケイ酸でできていることになるな。石の主成分はケイ酸なんだね。おお、そうだ。岩石は SiO2 の含有量によって、超塩基性岩、塩基性岩、中性岩、酸性岩と分けられるぞ。これは地学の授業で習った気がするわ。SiO2 はシリカとも呼ばれ、シリカはマグマの粘性を左右する物質なんだぜ。そうなんだね。そんな酸化ケイ素であるシリカからなる鉱物が石英だぜ。これは綺麗だね。石英の中でも無色透明なものは水晶と呼ばれるぞ。これぞ鉱物って感じの鉱物だね。石英はモース高度7の標準鉱物であり、ガラスや鋼鉄などに傷をつけることができる高度だぞ。石英は硬いんだね。石英は英語ではクォーツというぞ。石英には電圧をかけると規則的に振動する性質がある。これを利用したのがクォーツ時計だぜ。あ、クォーツって世界的な時計メーカーだと思っていたわ。微量のチタン、鉄、マンガンに由来してピンク色の水晶はローズクォーツというぞ。この水晶はなんか可愛いね。微量の鉄イオンの影響で紫色に色づいた水晶はアメシストと呼ばれるぞ。紫色が綺麗だね。含水酸化鉄によって黄色になった水晶はシトリンというぞ。黄色の石英だね。黒っぽい煙がかったような灰色に色づいた水晶はスモーキークォーツと呼ばれるぞ。こんな水晶もあるんだね。水晶は最もポピュラーな鉱物の一つであり、磁気が発達した結晶の形も綺麗だから、趣味で収集するのにおすすめの鉱物だぜ。私も鉱物を集めてみようかしら。おお、霊夢もついに鉱物コレクターの仲間入りか？この水晶も綺麗だろ。うん、これはミルキークォーツと呼ばれる微細な流体放流物を含む水晶だぜ。白い水晶のことだね。溶水水晶は結晶両端の水面が発達した水晶だぜ。これは水晶の両端が尖っているね。これはルチルクォーツと呼ばれるルチルの心状結晶が入った水晶だぞ。水晶の中に鉱物があるんだね。チルノの背中についているあれを、こっそり水晶にすり替えてみたくないか霊夢？うん。これを見ろ霊夢。これは日本式総称と呼ばれる二つの石英結晶が84度33分の角度で接合したハート型の総称であり、日本を代表する総称の形として知られるぞ。これなんかすごいぞ。これは松茸水晶とも呼ばれる先に消失した水晶の先端に外側の結晶が大きく成長した水晶だ。ネパールではこの水晶が小宝に恵まれるお守りとして言われたから。うん、なんだ霊夢？マリサが水晶が好きだってわかったから次行こうよ。おう、そうだな。実は霊夢におすすめの水晶があるんだぜ。え？私に？嬉しいわ。この水晶は宝石という銅を含んだ計算塩鉱物をインクルージョンとして含んでいるんだ。とても綺麗な色の水晶なんだね。アホな霊夢には宝石が似合うと思うぜ。はぁ？そんな理由で私におすすめなの？そんな水晶いらないわよ。石英にはベータ石英という高温型があるぞ。常温では通常の石英に相転移するので、これはベータ石英の形を残した箇所だぞ。ふむふむ。トリディマイともに酸化ケイ素の結晶多形の一つであり、石英の高温結晶系だぞ。これもそうなんだね。さらに高温になるとクリストバライトが安定となる。おお、これは桜島さんだね。コーサイトは隕石衝突のクレーターでも発見された非常に高い圧力で形成される SiO2 の鉱物だぞ。そんなシリカ鉱物もあるんだね。非常に高い衝撃圧で形成される SiO2 鉱物にはスケショバイトもあるぞ。これも隕石鉱から発見されている。隕石によって作られたんだね。他にもシリカを主成分とする鉱物があるんだぜ。まずはオパールだ。オパール？オパールはアモルファスなシリカであるため厳密には純鉱物であるが、国際鉱物学連合ではオパールを正式な鉱物としているぜ。そうなんだ。化学組成は SiO2NH2O で、成分中 20% ぐらいまでの水分を含むぞ。水分が入っているんだね。オパールには希少質であるオパール A や、クリストバライトとトリディマイトの非常に細かい結晶の積み重なり合ったオパール CT などがあるんだぜ。いろいろあるんだね。またシリカが空洞中に層状に沈殿してできた石英の変種であるメノウもあるぞ。メノウのしましま模様がすごいね。メノウはいろいろな工芸品などに加工されるんだけど、人工的に染色しているものもあるぜ。染めたメノウも綺麗だね。
玉髄は石英の非常に細かい結晶が緻密に固まった変種であり、これも美しいものは宝石として扱われるぞ。SiO2 の鉱物っていろいろあるんだね。おお、そうだ。これら SiO2 の化学式を持ったシリカ鉱物もしっかり覚えるんだぞ。わかったか、霊夢。え？いやー、覚えろと言われても、そもそも SiO2 がシリカだってことも知らなかったし。そうだよな。もっと身近なところでシリカ鉱物が売っていればいいのにな。はぁ？カップミネラル SiO2 って何なの？スーパーやコンビニで石英を気軽に買えるんだぜ。はぁ？カップヌードルと間違えて買う人が続出するわ。だからいいんじゃないかな？たまにレアなシリカ鉱物も入れておくんだぜ。そんなカップラーメンもどきは売れないと思うけど、シリカはどこで取れるのかな？おう、ケイ素の資源だな。ケイ素の主な資源はケイ石やケイ砂だぜ。ケイ石はシリカに富んだ岩石であり、そのシリカ成分によって用途が異なるぞ。そうなんだ。ケイ砂は石英を主体とした砂なんだけど、天然と人造、そして洗浄したものの3種類があるぞ。ほうほう。またかつて日本には水晶を採掘していた鉱山もあったぞ。おお、水晶鉱山。あと金鉱脈やタングステン鉱脈などの石英に富んだ脈が形石の資源に用いられることがある。この白いのが石英ね。純度の高いシリカの主な用途にガラスがあるぞ。ガラス？一般的なガラスであるソーダ石灰ガラスは傾斜、炭酸ナトリウム、炭酸カルシウムが主原料だぜ。石英からガラスが作られるんだね。またシリカ成分がやや少ない形石はセメントの材料の一部として使われるぞ。実はセメントにも、シリカ成分が高い形石は金属シリコンの原料となる。シリコンは石英から作るんだね。ケイ素の単体はカーボン電極を使用したアークロを用いて、石英を還元している。ふむふむ。この際、生成されたケイ素は純度 99% 程度だぞ。さらに純度を高めるためには塩素と反応させ支援化ケイ素にするんだぜ。これは揮発性の高い液体なので、これを蒸留して純度を高めるぞ。そうして得られた純度の高い支援化ケイ素を水素ガスと反応させて分解することで金属単体シリコンを得るんだぜ。なるほどね。半導体素子用の超高純度のシリコンは単結晶成長法による析出工程を経ることで製造されるぞ。すごい純度だね。高純度ケイ素は半導体素子に用いられるぞ。また液晶ディスプレイやソーラーパネルには、アモルファスシリコンや多結晶シリコンなどが用いられるぜ。ハイテク産業に欠かせないんだね。ちなみにケイ素を主原料にした合成分子化合物であるシリコーンというのがあるけど、これも日本ではシリコンとも呼ばれる。ちょっとややこしいね。シリコーンゴムはコンタクトレンズや美容整形の充填剤にも使われるぞ。ケイ素がこんなところにも使われているんだね。だけど霊夢、包茎手術の時に間違えて、シリコンバッグの代わりに金属シリコンを入れようとしたらダメだぜ。いや、そんな手術しないわよ。ケイ石から金属シリコンを作るのには多くの電力が必要となるんだぜ。だから日本では金属シリコンはすべて輸入に頼っているぞ。半導体の原料となる金属シリコンはほとんど中国からなんだね。形石は他にも鉄鋼用の添加剤となるフェロシリコン、シリコマンガンなどの原料にもなるぞ。実は形石からいろいろな合金も作られるんだね。鉄鋼用に使われるフェロシリコンはロシアや中国からの輸入が多いな。これも輸入に依存しているんだね。金属シリコンやフェロシリコンなどのシリコン生産量は大部分が中国なんだぜ。これも中国がダントツで、日本がないのが残念だな。日本には形石鉱山があるけど、シリコン用ではなくガラスやセメントの原料なんだぜ。マリサ、どこかの鉱山へ行ってみようよ。よし、まずは伊豆形石鉱山だ。この鉱山は AGC の 100% 子会社である東海工業の鉱山だぞ。あれ？太陽光パネルがあるよ。ここは掘り終えたところだな。今は西側で採掘を実施しているぞ。そうなんだ。伊豆形石鉱山は、熱水変質作用により形成された形石鉱床だぞ。これが地質断面図だぞ。鉱床は類体構造を示し、形石には多鉱質で脆弱なものと陰微小質で緻密なものがあるぞ。なるほどね。板ガラス原料としてふさわしかったため、戦後間もなくの時期、日本における板ガラス原料の傾斜供給はその大半はここからだったぜ。おお、すごい。後に軽量気泡コンクリートの骨材としてもここの形石が使われるようになったぞ。ほうほう。よし、次は愛知県岡崎市の三河形石鉱山に行くぞ。着いたね。これが三河形石鉱山周辺の地質図だぞ。母岩はジュラ紀の実の体堆積岩コンプレックスの編成を受けたチャートだぜ。チャート？チャートとは SiO2 成分を持つ放散虫などの美化石が海底に堆積してできたシリカに富む堆積岩だぜ。そんな石があるんだね。ここでは三河形石を原料として、プラントにて破砕、粉砕、分球を行い人造形砂である三河形砂を製造しているぞ。砕いて人工的に砂にしているんだね。成分は SiO2 が 98% クラスと純度が高いぜ。これがいろいろな原料となるんだね。傾斜を採掘している鉱山もあるぞ。山形県大石田町の大石田鉱山ではガラス用の傾斜が採掘されているぞ。
ここが採掘箇所ね。大石田鉱山は新第三期中心性から前進性にかけての新上層群藁淵類層中の石英砂が採掘の対象で、石英流のサイズは1から2ミリだな。綺麗な砂だね。露天ピットで採掘された原稿は先行工場まで運ばれて処理されるぞ。処理するプラントもあるんだね。一次水洗工程でガラス用と乾燥用の砂に分けるぜ。ガラス用の傾斜は、二次洗浄を行い高品質な傾斜に仕上げるぜ。ほうほう。乾燥用の砂は乾燥後に古い分け工程にかけて、鋳物や建材用傾斜に仕上げるぞ。こうやって傾斜が製品になるんだね。あとオーストラリアには三菱商事が創業する傾斜鉱山があるぞ。え？本当？オーストラリアの北部ケアンズ市からさらに220キロ北に位置するフラッタリー岬だぞ。白い砂が広がるね。ここがケープフラッタリーシリカ鉱山だぜ。この鉱山から三菱商事が日本への傾斜の輸入を開始したのが1968年。昔から輸入しているんだね。三菱商事は1977年に鉱山を買収して、オペレーターとなったぞ。おおすごい。このケープフラッタリーシリカ鉱山は世界最大級で、かつ品質の高い鉱山なんだぜ。ほうほう。土地は先住民の土地であり、許可が得られたところから採掘を開始する。採掘が終わったところには植生をして元に戻すぞ。木を植えるんだね。傾斜は8つのコンベアベルトによって生成プラントまで運ばれるぞ。採掘された原稿は生成プラントで水洗いや分球工程などを経て、高品質なシリカ製品となるぜ。化学組成ではシリカは 99.85% と高いぜ。不純物が少ない砂なんだね。そして製品はストックヤードに一時的に貯められる。外交船が来たら船積みだぜ。約2日かけて大型桟橋から船積みを完了させて出荷するぞ。こうして年間約300万トンの傾斜を日本をはじめ、アジア各国へ輸出しているぞ。こんな砂がビジネスになるなんて知らなかったわ。日本は2022年に傾斜を107万トン輸入したんだけど、その輸入先はほとんどがオーストラリアだぜ。これは三菱商事のおかげだね。マリサ、今日もいろいろ説明してくれてありがとう。おう、霊夢よ。こんな感じで、これからもいろいろな資源を紹介していくぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。